がとうさよなら村井さん。2013からやってました。ゲームで天下取ったり、キムタクと共演したり、メジャーデビューもしたり、輝いてた。一時代気づいてた村井さん。これが大人のズッコンボや。大物 YouTuber 村井さん。休止発表したけど話題ならない。5年前は二人が最強だったのさ。だけど今は彼だけ輝いてた。同じこと思ってそうこいつら。コラボもありがとう村井さん。2年前に一緒に歌ったね。すごくいい人だった、すごく優しかった。だけどどが思うほど伸びなかった。楽しかったね。ファンたちそれぞれ悲しむ。小6から見始め、もう第一。休止しようとしてんのに、やりたいことを好き。今さらみんな興味示し出す。再生数上がるの期待。経営者としてはめっちゃすごい。再生数はないけれど金は持ってそう。いろんな仲間たちや、いろんな挑戦や、いろんな炎上もたくさんした。ありがとうさよなら村井さん。